美さん。おはよう。もうそろそろ来る頃だと思って待ってたんだ。あ、そう。あ、ごめんね、ずっと会えなくてさ。ダメ、許せないわ。え、なんていいの。でも今日は付き合ってよ。でないと私本当に許さないから。あ、会えてよかった。私考え方変えたの。変えたって？くよくよしてて気がめるばっかりだから、こっちから積極的にやっていこうって。私が本気で好きになった人だから失いたくないんだ。そう。ああ、どうも。一人？うん。めぐみ、ちょっと仕事が長引いて。ああ、ここいい？あ、どうぞ。いらっしゃいませ。俺ももう食べるんだけど。ランチ。かしこまりました。昨日はごめんなさいね。いや。めぐみのことでついカットしちゃって。ねえ、電話しようと思ったんだけど、昨日のやり直ししない？映画見て、どっかに飲みに行くなんてどうかしら。ねえ、大輔さん。悪いけど俺ちょっと今日用事があるんで。それに悦子さんきっと俺と映画見に行ってもつまんないよ。そんなことないわよ。じゃあちょっとお客さん混んじゃってて、あの飯早めに切り上げるようになってるんで、またじゃあこれお願いします。はい、ビザにしとこう。なんかわけわかんなくなってきちゃった。え、何のこと？うん、もっと思いっきり飛ばしてどっかに行ってしまいたい。私ってバカね。一人であれこれ考えちゃって。沢村さんってそんな人じゃないの。誠実な人だでしょ。私もう迷わないわ。沢村さんのこと信頼してる。だけどなあ、私男の人のこと好きになってももっと平然としていられるって思ったの。本当自分でもどうしちゃったんだろうと思うわ。でもここのとこ仕事うまくいってんでしょ。うん、なんとか前の失敗も取り戻して。それね、あの企画部に推薦してもらうの再挑戦してみようかと思ってんだ。あ、そう、それ頑張ってよ。まあ仕事もそうだけど、うん、今度の休みあたりもしよかったらどっか行きませんか。あ、そうだね。あ、今年の夏まだ海行ってないしね。あ、すいません。はい、ね、行きましょうよ。行こうか。ね、うん。ご案
話して。はい、リツ。あ、尾崎ですか。失礼ですが、ちょっとお待ちください。尾崎さん。はい。電話よ。誰がですか。三浦さん。あ、すいません、今ちょっと仕事中なんで。ごめんなさい。え、ちょっと今手離せないんで。いいの。ええ。もしもし、今尾崎ちょっと手が離せないんですけども。はい、申し訳ございません。はい。どうかしたの。え、いやだって元気ないから。え、別に。だっていつもの尾崎さんらしくなるわよ。もう帰りに一杯飲まない。あ、チーフ、残業ですか。うん。会員番号10384の女性、コンピューターから外しましたから。これフロッピーです。あ、どうもありがとう。はい、失礼します。どうしたの。どうして私を避けてるの。避けてなんかいないよ。うん、避けてる。私のこと嫌い。そんなんじゃないよ。じゃあどうして。どうして私と会おうとしないの。俺、何、エッちゃんのこと好きだよ。でもエッちゃんは俺のこと好きじゃない。少なくとも本気じゃないよ。あのね、大輔さん、えっちゃん、俺と会ってても他のことばっかり考えてる。別れた男の人、それともトール。何言ってるのよ、沢村さんは違うわ。えっちゃん寂しいんだよ。仕事のこととか男のこととかいろいろうまくいかなくて、その寂しさを俺と会うことで埋めようとしてるだけなんだよ。俺ただそれだけの存在なんだよ。俺これ以上 A ちゃんと付き合ってると辛くなるだけだもん。確かに私あなたと言ってもぼんやりしてる時あるかもしれない。でも大輔さんにそばにいてほしいって思うの本当よ。嫌いな人にそばにいてほしいだなんて思わないわ。寂しくてやりきれなくて、そんな時そばにいてほしいって思うの。その人のこと好きだからじゃないの。あなたの言う通りよ。私自分でもいろんなこと考えちゃって持て余してるようなとこある。
自分でもどうしていいか分かんないような時が。大輔さん、私を捕まえて。しっかり捕まえてほしいの。大輔さん、番号10384、27歳、大学卒、住宅機器メーカーに勤めています。父は会社社長です。趣味はテニス。